Jason Tom. Ready? Fight! ソコロフ対パイソン、さあ出た片足タックルからの、おっとこれはアンクルホールだった。バランスゲージ、パイソンは短いのですぐに目いっぱい食らってしまいますね。さあ使って、これはリングアウト、後ろのスペースがありません。さあもう一度片足タックル、裏回って掴んで、さあバックダウンバック投げ、1回、2回、威力が大変にあり、これに捕まってしまうとパイソンもなかなか体力的に厳しい。おっとジャンプ着地したところ捕まっちゃった。そして背がパイソン高いのでこのバック投げに捕まりやすい。続いてもパイソンが対応します。さあやはりパイソンとしては片足タックル抜けてこのヘビーサンダーを決めたいというところ、片足タックル、失敗すれば非常に隙が大きいので、もし外してしまうとパイソンの手痛い反撃が待っています。さあこれは噛み合った、掴まれて引き倒される、起き上がる、うまく振り向いた。さあリングの、おっとこれだ、まだ
月の校長が残っているぞ、うん、さあまだ行くぞ、ヘビーサンダーの3段目はヒットさせる、おっとこれはステップインフローターの3段目が当たって、おっとこれはガード間に合った、落ち着いていればパイソンがこの反撃を大きく入れることもできるんですが、あー追いついていくこのバック投げ、体力が逆転して、さあ一気に緑から赤に光る、あー捕まった、引き倒されて捕まってバック投げ、さあ点滅、この火力、The winner is Sakala。 Sakala versus Ready Fight。 さあ変形タックルはバックステップでかわして、これをヘビー三段、さあ価格さえ取れればこのパイソンのヘビー三段でソコロフの体力は、マッハで解けるのですが、さあダウン投げ捕まってしまう、1回、そしてリングアウトです。さあ開幕にちょっと停滞ダメージを与えてしまったパイソン、さあステップインアンダーからの三段が決まって、おっとこれはリングアウト、近寄らせたくないが、おっとうまくくぐった、引き倒されて、さあバック投げ、1回、黄色指導のパイソンの体力赤点滅入っております。対するソコロフ、おっとカニバサミ、ソコロフ体力満タンでステップインジャブアンダー、ヘビー三段潜った、素晴らしいタイミング、バック投げ、あーこれは点滅光っている、 KO だ、
Hey!
Hey!
Fight! Thank you.
out of the ring. Fight! Ready, fight! Let's go!
versus ready fight。
Fight!
fight! Fight!
Out of the ring, fight!
Sudden death. Ready? Fight! パイソン、2P 側が、ガイとなっており、さあこのガイ対パイソンの組み合わせ、こちらとしては非常に苦しむ状況になりまして、このステップインジャブから、ステップインクォーターからの3段ですね、最後になった割り込もうとするとガイの小手が預かるので、ここは手を出せないかブリッジスエーかということになりますね。おっと2発目スカったのに3段目ガードを解いてしまった。組んでうまく外した。ウォーミング、おっとステップインジャブの隙を、おっとこれはいい、見習いたい。ジャブの攻防とミドルハイの攻防、さあスクリーンパクト3段目ガードして割り込む。しかしこの手数と火力でパイソンが思い切りガイをかすっていく。ガイとしてもミドル2連発以上の火力が欲しい。さあもう一発いけるか、あいかない、が頂点振り浴びすぎるヒット。そのリードを生かして出た、パイソンのアッパーオーバーアプローチからの2連、これはものすごく長いのでちゃんとガードしないとダメなんですよね。しかし構えが紛らわしい。そうした間にお互い体力がバックドロスハイキック、さらに追い返しのハイキックがヘビー3段だって、これでようやくお互い体力5分だ。さあ残り10秒、ヘビー3段、さあパイソンが追い打ちまで決めて、あと欲張った。さあこのままガイが押し返してしまうか、何かが崩れたか、波を乗り切れずにガイが強まりを消すということになりました。続いての組み合わせがパイソン対パイソン。決めて、さあジャブの前にチクチクとチクチクとチクチクと 2P 側のパイソンが追い詰められてはいるが、おっとスクリーンパクトでこれで押し出されてリングアウト。さあ初めはおっと使ったクォータージャブの距離から、そこから何か変化を見せていく。ステップインジャブヘビー3段、スクリーンパクトを決めて、さあ
これで月側の体力がもう点滅だ。あとジャブ一発手をかけよう。
Yeah.
Ready, fight!試合の方は 1P 側、ロブパイソン 2P 側、サヨンズタカト、まずは挨拶とばかりにパイソンがヘビーサンダーぶち込んでる状況ですね。おっとまたヘビーサンダーきっちり、2段目にディレイをかけて、タカト相手にも連続技を決めてますね。タカトは、なんか線が細いせいか何なのか、普通に最速入力でやっちゃうとヘビーサンダーの2段目が空振りしてしまうので、パイソン側は2段目をディレイで、当てないといけないですね。足取りが絡まってしまいました。足取りは強力の技なんですけれども、どうしてもリーチが短くて発生が遅いっていうところがありますので、空振りしてしまうとひどい目に遭うという、そういう技ですね。ストロップ掴んでアウトオブザリングファイト。バルカシュ、そこから改めてヘビーサンダーを入れ直す。追い打ちは間に合わず、これはジョーク、ダッシュストレート、なんていうのだったかな、ステップインストレートだったかな。これは時間的にタカトが勝つのは難しくなってきたっていう感じですかね。おっと足取りをジャンプでかわして、天地投げ返す。天地投げ、天地投げっていう名前の打撃技です。かぶってしまったが、動いた時に、何か動いてたけども何が当たったんだ今のは。続きましてパイソン対パイソン、同キャラですね。スクリーンインパクト食らって逃げる。ガードした方がダメージがでかくなります。ガードするとガードクラッシュが確定で発生して、その後ヘビーサンダーもらってしまいますので、どちらかというならばまだ食らった方が安いっていう。ただ食らった後の間合いが ヘビーサンダーの初段が届く間合いだっていうのは、結構重要なところでして、食らって逃げたと思って次なんか動こうとすると次のヘビーサンダーが当たってしまうっていうことになります。ですから、食らって逃げた後もまだ我慢が必要な、距離感になりますね。
イガー、ファイガー、そして入りますのが 2P 側イワン・ソコロフ。ファイガー、レディー、ファイ。ソコロフも体力が低いとはいえパイソンに対して必殺コースを持っています。ただ置き攻めがそんなに有効に機能しない相手、タックル返しを持っているので、どうしても置き攻めでタックルっていうわけにはいかないのが、難しいところかなという気はします。3段目をガードするとブレイクしてしまうので、ここは食らうしかありません。さあ押し込んでいく、おお、打ち当たる、うお、今変形タックルフェイントで1段目かわしたように見えたけど、アッパーアプローチから2段目です。あー、どんどん下がっていく、かわす動きしたんですけど一瞬早かった。さあ、ならず、おっと、掴んでいた、狙い打ちかな、リスクの上ではヘビーサンダーの1段目ガード後にバービンで、割り込めるんですけれど、なかなかね、とっさにやるのは難しいですね、あれは。練習してタイミングは掴んだんですけども、実戦でできるかって言われると、私はちょっと難しいかなっていう気がします。できる人も当然いるとは思いますけど。開幕のオーバープローチ。攻めていく。2P 側のステップインクォーター3段が決まって、 1P 側の体力を大きく削ったところですが、ヘビーサンダーを 1P 側返して、距離が離れたらクォーターの打ち合いだ、押し出されてリングアウト、ヘビーサンダーが先に進んだ、スクリューインパクトを避けた、お互いヘビー3段を2段で止めて削りを見せていくが、やはり決め手はこのヘビー3段の火力、打ち込んで、さあ決まった、連続攻撃だ。ここはリングアウトで途切れて、しかし先に2打を与えた 1P 側ファイソン、このリードを大きく譲るか、さあ体力の余裕から自由に間合いを詰めて、そして連続技、ステップインタグル2段使ったが、おっとカウンターの 2P 側セリー3段、しかし向こうの 2P 側の牽制の動きを問題なくとがめる 1P 側のヘビーサンダー。さあ 2P 側が体力点滅の4つ目が決まった、 KO。 ドンファイバー、you
out of the ring. Fight! パイソンとなっております。ヘビー三段の追い打ちは間に合わず掴んでワンツー、ハイキックを当てて